かぎ針編みの多くの作品は、まず鎖編みで、作り目と呼ばれる土台となる目を編むところからスタートします。まずは最初の目を作り、下側を持ちます。鍵の部分は内側に向けましょう。かぎ針を糸の下から入れ、糸をかけて持ち上げます。かぎ針に、 糸が斜めにかかりました。かぎ針を手前へ動かし、かけた糸を最初の目から引き出します。かぎ針に新しい輪ができ、最初の鎖編みが編めました。糸を強く引きすぎると、次の目が編めなくなるので気をつけましょう。糸をかけて引き出す。糸をかけて 引き出す。糸をかけて引き出す。2、3目編むごとに、親指と人差し指を移動させ、いつもかぎ針の近くを持つようにします。鎖編みを何目編むかは、それぞれの作品の指示に従いましょう。編み目が均一になり、滑らかな一連の動きで鎖編みが編めるようになるまで練習しましょう。